翼です。本日は、仕事ができる人の特徴についてお話しできればなと思います。はい、僕が思う個人的な意見ですので、ぜひ参考程度に、お聞きしていただければと、はい、思います。僕がざっくり思ったのがですね、周りをキョロキョロ見てる人というか、視野が広い人というのはまず仕事ができる人の一つ特徴じゃないかなと思いました。そしてその視野の広さを活用して、情報を収集して、対応を考えていくと、その返答のスピードであったりタイミング、それがもう抜群に上手い人がいるんですよね。まあ、そういった人はやはり仕事ができる人かなと思ったりします。まあ、先輩を見ていてもやはり僕よりもその能力に長けた人たくさん、いらっしゃるので、僕自身もまあ日々学んでいるという形でございます。はい、で今回はちょっと一点に絞ってお話しさせていただければなと思いますね。タイトルにある通りなんですけど、人のせいにしない人、自責の念が強い人というのも、まあ、一つ仕事ができる人の特徴かなと感じました。ですね、まあ多分人のせいにしちゃうと変なし逃げることができるじゃないですか。人間なのでそういった側面があるのは仕方ないかなと思います。でその時にですね、2つ選択肢があるわけですよ。人のせいにして逃げるか、もしくは自分と弱さと立ち向かうかってことですよね。はい、もちろん僕もね、立ち向かえないって全然あるんですけど、まあ本当に例えば子供の頃からもう耳にタコができるくらい言われてきました。親であったり、まあ、先輩であったり、まあ、上司であったり、まあ、いろんな方から人のせいにすんじゃねえよって言われましたし、で何より僕自身がもう心の中でずっと唱えてました。人のせいにするな、人のせいにするな、人のせいにするなってずっと言ってました。とにかく自分の弱さと向き合うんだって。めちゃめちゃ苦しいし、まあ、ダサいっすよね、はっきり言って。なんか認めちゃったら、まあ、なんか周りからバカにされたりするし、めちゃめちゃ嫌なんですけども、でもそこで立ち向かっていかないと前に進めないんですよね。だから人のせいにしたらダメなんだなっていうのはつくづく感じました。だから人のせいにしたら、なんか自分をなんか保てるじゃないですか、プライドを。でだから僕はなんかよくプライドがないって言われるんですけど、まあ、そこはなんか弱点でもあったりして、まあ、なかなか悩みどころではあるんですが、なるべくそのプライドは僕は捨てるようにしていて、それは根本的にはやはりその自分の弱点としっかり向き合うためにそういった、マインドの、コントロールをしているという形ですね。はい、皆様もぜひ自責の念を高めていただいて、より仕事にできる人にステップアップしていただければなと、はい、思います。本日の話は、ね、以上でございます。そして最後一つ余談なんですけど、最近お客様からであに、旅館大変ですねっていう、お声をかけていただいております。本当に涙出そうになるんですけど、本当に嬉しいですよね。あとはツイッターで、まあ、僕のことを本当にツイッター上でしか知らない人からでも、僕はツイッターの、アカウントの横にですね、普段は旅館の客室係っていう風に書いてあるので、まあ、僕の食事を知ってくれてる方がですね、よかったら泊まりに行きますよなんていう温かい言葉をかけていただいて、まあ、すごくフォローはしたんですけど、いや本当になんか人ってあったかいなって思うんですよね。だから、まあ、もちろん人って弱いとこ、さっき言ったみたいになんか人のせいにしちゃってとか、もしかしたら悪いとこもあるのかもしれないですけど、でも僕はなんかやっぱり性善説というか、やっぱり人っていいところあるんだなっていうのを信じたいんですよね。だから皆さんもなんか人間関係とかでなんか揉めそうになった時に、その思い出してほしいのは、人って悪くないんだぜっていう、捨てたもんじゃないんだぜっていうのは絶対に、はい、忘れないでほしいかなと、はい、思います。で僕自身もそれは本当にいつも言ってるんですよね、自分自身に向かって。まあ、正直なんか人付き合いめちゃめちゃ下手なんで、まあ、揉めることの方が多いんですけどでもなんか人のこと悪く見たりとか、人の悪い部分を見たりとかじゃなく
くて人の、輝ける部分を見るように、本当にずっと言ってます。なんか僕のチャンネルの意義ってそういうところにあるのかなと感じてまして、なんか今回そういった話をさせていただきました。はい、本日の話は以上でございます。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントを待っております。それでは本日も最高の一日をお過ごしください。さよなら。